こんにちは。6時半になったら化粧水するって誰か言って。6時半じゃなくてもいいけど。福太郎さんお疲れ、ありがとう。私さ今日さめっいい買い物めっちゃしたんですよ。いい買い物というかめっちゃいろんなとこ行って、いろんなとこ行って、じゃあずっと探してたこのリップの、私リンゴのなんとかなんとかって色をねずっと欲しかったので、も妥協して、これ1本これめっちゃすぐ売り切れるんですよ。で再入荷もいつか分かんないみたいなんで、いろんなとこ回ってずっと探してて、ある時1個だけ残ってたとこがあって、違う欲しかった色じゃなかったけど買ったんですよ。で今日なんかね普通になんだろう、業務スーパーかな、でもう絶対まず2階あったの、1階と2階があって、2階が日用品売ってるとこで、知らなくて、えあるんだすげえと思ったら、メイク用品とかも売ってて、えここはすごくないみたいな、そんなさすごい日用品じゃないわ、業務スーパーと思わなくて、え何ここめっちゃいいじゃんと思って、じゃああって、しかもたくさん残ってて、広島で買えなかった人たち言いたい、あそこあるよって言いたいもん、ツイッタしようかと思ったもん。そうで、欲しかったリンゴの色を変えました。で違う色つけちゃった今。めっちゃ嬉しい、ラッキー、嬉しかった、今日たくさん歩いてよかったなって思いました。おうつにありがとう、さまきさん結婚してありがとう、そうあの場見つけたんですよ。福太郎さん待ってたありがとう、神谷さん待ってたよありがとう、めいさんお花ありがとう、福太郎さんお疲れ、ありがとう、ばんちゃんかわいいありがとう、どぐらさんありがとう。なんか焼きりんごみたいな色をしてる。そうかった。あとね他にもそう3コインズ行ったりとかもして、そうこれ買ったんですよ。これ何か分かりますか？これはですね、なんと反射するかな、反射しちゃうな、スイッチを置くやつ、めっちゃいいと思って。でもスイッチ置くやつって言っても私さコントローラー持ってないから別に置かなくてもいいんだよ。でもいつか買うかもしれないコントローラー買うかもしれないっていう気持ちで買いました。300円だしね、使わなくてもいいやっていう、でもよくはないけど。あとねクリップも買ったり、もうマジで肌荒れやばいんですけど、どうしたらいいの、マジ腹立ってるもん、明日絶対皮膚科行ってやるっていう気持ち。なんか皮膚科に行ったら肌荒れ治るんだよね、マジ腹立つ、強くない、なんかさちょもう化粧水したいわ。なんかさ肌荒れてる時にさ皮膚科行こうと思うじゃん、でもさ大体そういう時って肌荒れてないんですよ。なんか何なんだろうね、治るんですよ、なんでだろう、あるあるじゃない、病院行こうと思ったらみたいな。あれはどこら辺、ここ、でも全体的に荒れてます。竹松さんありがとう、ありがとう、ドグラスさんありがとう。マリオの一番くじセブン10店舗回ったの、えそんななかったんや、やば、ありがとう、ありがとう、なんか知らんけどずっと見たよ、すごいね、私の代わりにいっぱい引いたんだよね。えマジでさほら、そう何が原因なのか分かんない、なんかなんでさ荒れるのか分かんない、理解不能。何が嫌で肌に異常が出てるのか教えてほしい。なんかなんだろうな、チワナ大好きボイスありがとう、インディーボイスありがとう、ここも痒い、
肌って1ヶ月前のお手入れが反映される。そうですね、なんかそう、なんて言ったらいいんだろう、あれですね、ターンオーバーというか。寒暖差でこんななるんかな、マジで。しかも結構ほら分かるでしょこれ、ここ。でも全体的に赤いの今日すごい嫌なの。殴ろうかと思った。皮。そう、私ね季節の変わり目弱いんですよ、肌が。多分で秋がねダメなんですよ。秋ね私マジで荒れがちなんですよ。秋の嫌いなところ。バックンフラワーの髪留めめっちゃ可愛いよね。頑張りな。私過激派だから、過激派だからさ、不都合なことがあったらちょっとね嫌になる。散歩流行ってるの？そうなのかな。あと前髪を薄くしました。本当は違う前髪作ってたんですけど、気づいたら全員こっち行ってた。本当はね全おろしでこういう感じにしてたんですよ。こういうシースルーの前髪したんですよ。外出て家帰ってきて溶かしたらこうなったそんなって感じだよね、びっくり。化粧水を塗ってます。なんかここが痒いから。メールの写真、そうメールの写真はもう風に吹かれてるけど、あれのもうちょっと整ったバージョンで今日前髪を作ってたんですよ。あれみたいなあれみたいな。風に吹かれてる時は風に吹かれたなぐらいだったんだけど、まさか授業後にパッツン前髪お願いします。見る機会ないけど、マジでどういうことすぎる。なんで卒業後なの。桃太郎さんありがとう。薬師丸さんありがとう。鮭食べると肌にいいらしい。食べたい。普通に好き。かぼちゃコロッケいいですね、いいですね。いいねそれは。コラーゲン摂取してないか。くしまるさんありがとう。キュンデスおじさんありがとう。脳の影響です。何の？朝は最近アサイボールを食べてます。作って、朝起きて一番最初にすることがカーテンを開けることなんですけど、その次に冷凍庫を開いてアサイボールのその元みたいなアサイを出します。でちょっと冷凍を解凍させるために出しますっていう作業を朝起きて最初にします。アサイめっちゃ続けてるよ。アサイマジで続けてる私。
土曜日のファイブアローズ応援楽しかった、2階でうちは見えた、あ見えたよ、うん見えた見えた、ありがとね、嬉しかったよ。中身いつも変えてないです、いつもあれ。新しいフルーツはマンゴー、そうマンゴー、ツルツル、体が良くなった感覚はないです別に。アサイはフルーツ、ブルーベリーみたいなやつですね。なんだろうね、効果が何なのかは知らない。わかる、習慣って新しく作るのはむずいよね、わかるわかる。酸味強くないですよ言って、そんなにバナナとかと一緒だからかな。継続は力になるのかな、スーパーフードなんですか、アサイボール。そうなんじゃ、スーパーフードって何なの、なんか栄養価が高いって言うけどさ、でもなんかさ絶対タンパク質とか足りてないもんなタンパク質足りてないもんな、ね、何がスーパーなのかよくわからん、まあ、そうよね。あとね、今日はまだみんなに見せたいものがある、2つほど。ちょっと今は乾燥させるためにまだちょっと上乗りしてる感じだけど、クリームはこの感じのままにしとくね。だからまあ今から来た人はちょっとあれだけど、アイスレモンさんありがとう、アンピ借りたいって、あれですよね、なんかあれをゲットしたみたい、さすまた、あれすごいよね、ぬいぐるみかな。アイスレモンさんありがとう、ひでとさん結婚してありがとう、見てまずこれ、バレたじゃない、ヘアクリップ、これもヘアクリップ、どっちも違う場所で買いました、最近ハマってるからね私のヘアクリップ、私ヘアクリップ今最近流行ってるので、あとこれさマジ爪取れるかと思った、開けれない、硬すぎて。クアッス一発ゲット、一発ゲットだよ、かわいい、かわいいかわいい。これはですね、今回はピチューとリオルとリオールとクワスとウーパー、ファルディオのウーパー、カヌちゃんです。だからどれ当たっても嬉しいなって思ってたの、全員好きだから、全員好きな子で、カヌちゃんも当たっ、カヌちゃん クワスが当たんなくてもカヌちゃん当たったら嬉しいわって思っとったら、なんとクワスが一発で当たって、あ私の愛ってちゃんとクワスに届いてるんだなって思いました、なんかよかったなって思いました。なんか新しいお弁当箱とか、なんかそれこそ本当に小学生がこうお昼ご飯とか水筒とかそういうやつ使えるやつが新しく新作で、そうこのガチャ200円なんですよ、安いよね、そう新しくね出たんですけど、なんとクワス、ニャンハとホゲータだけだったんですよ、クワスいなかったんですよ、えと思ってさ、どうなのと思って、そうだからクワスにはねちょっとね伝えたい、クワスを好きでいてくれる人を大事にしてほしいなってクワスには思っててね、なんか大人人気なんですかねクワスはって思っとこうかな。そうですね、 STU で言うと、うん、STU というとね、なんだろうね、
例えばでしょ、香川出身のメンバーが3人いたら、香川で香川県のコラボでグッズ出しますってなった時に、謎に1人以外全員同期で、ね、同期の香川県出身いて、謎に2人だけグッズを出すみたいになったみたいな展開ですよ。そうだからちょっとえっと思って、でリプラン見たら、もうね、そのグッズが可愛いとかのコメントじゃなくて、食わすてんてんてんとか、あれ一人足りなくねみたいなコメントばっかりで、そう、あ、食わすいないんだなと思って、食わすいたら私もう在庫全部買ったのにって思いました出てたら在庫は全部は買えないんですけど、テクテクさんありがとう。でも私チーカーのガチャガチャしなかったので、やりたいってめっちゃ思って財布出したんですけど、やめました。その300円で何かできることあるかもしれないと思って、そしてムーミンに出会ったんですよ。でなんか取れそうって思ったんですよ。ムーミンがいて、ムーミンがなんか斜めに、ちょっと斜めになってて、あ、これこいついけそうと思って、ちょっと TikTok でムーミン UFO キャッチャーで調べたら、撮ってる人いて、頭で引っ張って 2発ぐらい取れてたんですよ。え、私もいけると思って、一回やったらこう、なんていうの、ここのさ、落ちるところの四角にもう頭がかかったんですよ。もうじゃあこれ3回ぐらいでいけるわと思って行ったんですよ。で500円かかったの、本当は400円で行けたんですよ。500円は一旦足を上げたらもういけるわって思ったんですけど、なんかここに引っかかって、3本積みのここが引っかかって持てなかったんですよ。ここにね、太すぎて反発しちゃってでちょっと100円無駄にしたけど取れたんですよ。ピオーネさん待ってたよ、ありがとう。そうなんです、ムーミンゲット、妖精だよ。結局500円も UFO キャッチやってる安否とは、とは腹立つ腹立つ。私が何にお金使ってもよくない？白だよ、真っ白白だよ、可愛くない？尻尾も、しかも絶対取れるっていう確信があったから。確信がなかったらさすがに取らないけど、このクラスは全部でも、私は3体ぐらいは自分で取った、あと3体とこの子は自分で取った、でも他は違う、この子はプレゼントでいただいた、この子も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 、これは自分で買った、この子ももらった。この子ももらった、取れたんですよ。でもう幸福度しかなくて、幸福度、ムーミン取れて幸福度しかない。しかもなんかめっちゃ大きいし可愛いんですよ。めでていきたいと思います。置き場所困ってますちょっと置き場所は困ってるなぁなんですけど、どれぐらい大きいかというと、こんぐらい大きいです。多分チップくんより全然大きいですチップくん 2,3 人分ぐらいかも。枕にできそう。私の枕はチンアナゴでね、チンアナゴがちょうどいいんですよ。最近マジでもうベッドの3分の1のこの3分の1のあの端っこ壁側で寝るのが最近趣味で、朝起きてもずっとそこにいるんですよ。マジでガチの端っこで寝てます。壁がこうあったら壁でこうやって寝てます。でギリギリ頭も落ちるか落ちないのところで寝てるんですよ。朝起きたら半ちょっと落ちてるんですよ頭よくないかもしれないけど、
でこうスタバで新作飲みたいと思って、新作飲むために私めっちゃ歩いたんですよ、スタバので、スタバに行って新作、うん、買う時にお姉さんが何買い物されたんですかみたいな、ちょっとこれこうが見えてたんですよ、袋から結構大きかったから出てて、で、あ、ムーミンを裕福茶で撮ったんですって言ったら、すごいみたいな、大きいですよねすごいみたいな言ってくださって嬉しかった黒いあれ飲みました、めっちゃ美味しかった、プリンだった、プリンプリンプリン、アイスモさん結婚してありがとう、黒ごまとかじゃない、プリン甘かった、ルルルルルル、川木くま今日の買い物です、今日、あ、でもね今日朝8時半ぐらいかな、9時か分からんけど宅配が届いて帰って、なんか鳴ってると思って、もうあ、もう寝てる間だったから私もう反応が鈍くて、えみたいな、何何みたいな、あ、鳴ってる、取りに行こうと思って頑張って取りに行ったけど、私がそこのピッて押そうとした瞬間に切れちゃって、あーと思って、何だったんだろう、何か届く予定あったかなって思いながらまた寝ました。そう、頑張って急いだんですけどね、間に合わなくて寝ました、その後じゃあちょうど宅配ボックスに入ってて、うん、よかった。でも何時か 見ようと思ったんでしょう、でも何時か見ようって思いながら寝てたそう、ちょっと何時だ、何時に来とったんやろうね、そう、二度手間にならなくてよかった、宅配の人が。で私宅配届いてさ急いで行こうとしたらさ、転んだことある、ステーンって転んで、そう急い、もう足が絡まってね、朝そう寝てる時にチャイム鳴ってステーンって転んで行こうと思って頑張ってね、あ、鳴ってると思って取りに行こうと思ってステーンって転んで取りに行けなかった、間に合わなかったんですよ、そう同じ感じ、ステーンって転んだけど頑張らなきゃと思って立ち上がってここで負けてはいられないと思って立ってピッて押そうとしたんですけど間に合わなかったことある、すごいもう虚しかったもん私、その後ベッドに戻ってうーんってなった、置き配してもらいます、外に置いといてくださいって言います、もう宅配の人とかれこれ何年も会ってないです、コロナに入ってからは直接はお会いしてないですね、オンラインというか済ませてますね、オンライン個人的に、なんかケイさん狼掛け中ありがとう、ありがとう、いや佐田くん立ち上がってたよ、絶対絶対そうなってたよ、他人から見ればそんな綺麗に立ち上がってないよ、だって普通にさ朝起きて絡まってさベッドの下でこけるなんてことある、普通に全然青たんになりました、お疲れ様です、あ、会長ありがとう、バンちゃんありがとう、でもね大学からねたくさん届いたので頑張らなきゃいけないなっていう重みと、重み、その宅配の重みとその頑張らなきゃいけないっていう重みでプラスになってはってなりましたインディーボーイさん元気だよありがとう、
ピピさんありがとう。激動の一日でしたかね。あれを焦って出ようとしてドアに衝突したことある。あら、2年生になったのでね2年生になれたのでね。自転車でよく転ぶ、危なすぎん。単位取れてますか。別にそんな心配しなくてよくね。よくね、みんなどうする、みんなの仕事を心配した方がいい。私もみんな仕事大丈夫、ちゃんとやれてる、上司に怒られてない、ちゃんと仕事完璧にできてるミスってない。体調崩して休みます。あらあら、ゆっくり休んでください。あらあら、こんばんは。してるわけないやろがい。どういうこと、仕事してないのか。知らなかった、心配してくれてありがとう仕事大変だからお疲れ、疲れすぎる。いろいろあって3日間お休みです。そうなんじゃ、いいのか、いいねって言っていいのかな。どういう事情なんか知らんけど。メール見てくれてありがとう。風邪になって、みんな風邪になってるやん。風邪になりやすいですよね。お気をつけを。なんか笑ってらっしゃる。こんばんは。確かにね。クアッピーさん連帽してありがとう。パワー、ありがとうございます。休みになった分、そっか、溜まってるってことか、大変だ。ワイは腰の痛みが癖になってしまった。あら、マッサージ屋さんに行きましょう。それか整体か。めっちゃいいですよ。整体はあんま行かないけど、あんまっていうか、そのなんかマッサージの人がやってくれ、ちょっとやってくれるやつってなんでやってもらうけど、めっちゃいいもん。リフレッシュするし、マジでおすすめ。言ってたこと、言ってもいいのかな、ここで言ってもいいのかな。僕はアンピのどんぐり、あ、今日いっぱい歩いてたらどんぐりが落ちてるとこあって、わ、どんぐり農家として誇らしい、誇らしいというか、あ、ここにもどんぐり農家さんがいるんだって思ったと同時に、やっぱ今ね、みんながどんぐり求めてくださっているから、こうなんか仲良くしたいなって、ここを仲良くしたいなって思いました私どんぐり農家なんで、5日昼より申し込みました。ガン見します、当たりますように。マスさんありがとう。23日楽しむために仕事してます。うん、頑張れ。
どんぐり今年不足らしい。あ、そうなんだ。持って帰ってないよ。私どんぐり農家だから人んちのは持って帰らない。金木犀の香りするとかあるよね。どこどこってなるもん。私探すもん。モンブランさんありがとう。どんぐり農家儲かるとかじゃないです。お金儲けのためにどんぐり農家やってないです。みんなトトロに会いたいなっていう人がいると思うのでやってます。5日療法申し込むか激迷い。なんで？なんで迷わない選択肢があるの？頭抱えてしまったけど確かにあれちょっと使えたね。前期事業大人でもトトロ会える？素直な子供の心を持っていれば。どんぐり少ないとクマが人里に来ちゃう。あ、そうなんだ。そっか、大事だね。私の仕事どんぐり食べないよ私は。でもどんぐりクッキーっていうのがあるらしいよ。スペサポのチップくんのクイズ当たってたね。チックさんありがとう。有料コンテンツがあれだけはマジで使わせてもらいたくでもあれはさ、メールで、メールじゃないわ、ハッシュタグ私、あん？何？ツイッターでファンの人が撮ってくださった写真だから、その人からの許可があればいいんじゃないですか。私も別その人に写真メールに使っていいですかって聞いてないけど、いいと受け取って勝手に使いましたすいません。なので私のメールが元じゃないのでいける気がするよ。どんぐり不足でクマちゃん来ちゃうんだ。危ないね。私が山に配りに行かないと。配りに行くね。両方申し込むと一部だけ当選なりそうだから怖いから。そんなあるんですかね。でも確かにありそう。そういうとこあるよ。そういうとこあるよ。確かにあるある。フィッシングさんありがとう。あっ、同伴四国は動物園以外クマいないから安全。え、そうなんですか。四国いないんだ。でもね、あれはイノシシは結構いるイメージ。推し登録せば殺虫戦になるんじゃない？確かにそれはそう。推し登録してたら確かに。アンビシカカタンさんありがとう。タヌキさんもいるよね。我々どんぐりポイントも山に配るため募集かな。いや、それは大丈夫。どんぐり農家だから間に合ってる間に合ってはないかもしれないけど間に合ってる。山奥の役場に行ったらイノシシ捕まえてたの見たことある。あれみたい。なんかあれみたいじゃないわ。全然あれみたいじゃないけど、あのさ、雨と雪みたいな、狼子供のと雨と雪みたいな。でなんか山奥の役場には狼がいるんですよ。役場に狼飼ってた。思い出した。軽トラン積んで持ってきた。すごい。ほんまになんかあるんじゃって感じ。そういうのが。山太郎さんありがとう。そうなんだ。地元でイノシシ捕まえてペット用のジャーキーにしてる人がいます。大人気みたい。どうやって作るん？どこの肉なん？ジャーキー。どこをジャーキーにしたやろ。懸賞金。なるほどね。
ゆばりさんありがとう。シー族とクリ族のどんぐりをは食べれるみたいです。見分けつかんけど。そうなんだ。私ね、どんぐりは食用用に作ってなかったけど、これから食用用に作ろうと思ってたから、どんぐり農家として。やっぱり教えてくれてありがとう。中身は豚みたいなところがある。あ、そうなんだ。じゃあ聞きか。おはよう。いいですね。クワピーさんありがとう。どんぐり穴開けてほじくって食べたことがあります、小さい頃。怖いね。一見どんぐり落としたら金か銀か普通かで選ばされますか。そうだね。コロコロとしたら卒業したらどんぐり農家。そうですね、続けたい所存で、もっと広げていきたいなって思ってます。どんぐり農家の給料は、給料とかないです。だってどんぐりは売ってないので、お金で売ったりとかしてないので、配布してるだけなので、むしろ赤字ぐらいな感じです。でも見返りは求めてないのでただどんぐり農家をしてるだけで。そう、まやさん、レンボスターかけじありがとう。パワーありがとう。どんぐりでパン作って食べた。え、それは美味しそう。ハニオ職人やばい、ハニオ一個も作ってないのに。ジブリショップの名前どんぐり凶悪。確かに僕にも配布してください。でもただではね、配布してたらなくなっちゃうから、こういろいろなんか良かった人でしょうみたいな感じで配布してます。例えば最近のツイートでちょっと書いたんですけど、リツイートしてくれ、リポストしてくれたらどんぐり3つ配りますみたいなツイートしてる、ポストしてるんですよ。それもとか、そういう系でどんぐりを配ってます農協行ったことないな。ちょっと今度行ってみないとね。じゃあどんぐり持ってどんぐりパン気になる、どんぐりのレシピ気になるわ。縄文時代はどんぐり食べてた。確かに、どんぐりレシピ。お弁当にウィンナーどんぐり、しめじでどんぐりを作りました。そういうことを求めてるんじゃないよ。どんぐり風のやつを作ったのに知りたい。どんぐりの話題こんな続くなんてすごい。確かに、みんなどんぐり大好きだね。美味しいどんぐりの見分け方。どんぐりはブナ族やコナラ族など様々な種類に分類されます。主に食用に向いているのはシー族の2種類とクリ族のクリ。シー族を見分けるのは額を注意チェックしましょう。クヌギやコナラなどのどんぐりは額がお椀のような形で身を包んでいるのに対し、シー族のどんぐりは身全体が額に包まれていますよ。シー族のどんぐりの中でも最も食べやすく見た目が特徴的なのがスジダイ、スダジー、スダジー。身全体は細くトナが尖っててアーモンドに似た形。わかるわかる。これなお、身に穴が開いているものは虫が入っている場合があるので避けてください。だってしおりんさんありがとう。あ、18時半ありがとう。もう化粧水しちゃった。ありがとうございます。トロってどんぐりで育成できません。どんぐりに合うパスポートなんで。そう、
パスポートがどんぐりなだけです。見分け方むずいね。どんぐりについたゴミやガクを取り除き、ボウルに入れて水洗いします。未熟な雨や虫食いがあるものは浮いてくるので取り除きましょう。水気を拭き取ったら厚手の鍋やフライパンで炒めます。鍋を揺すりながらどんぐりの殻にひびが入るまで炒めましょう。紙袋に入れて電子レンジで加熱するのも OK です。皮を剥いて食べます。だって次が皮を剥いて食べます。もうそのままそのまま酢だった。やば、気になるわ。どんな味なん。歯ごたえありそうだよね。ピーナッツみたいそう。あー、どんぐりでね、コマありましたね。どんぐりの背比べって言葉生まれた理由気になる。確かに確かに確かに。どんぐり粉でおつまみととりむく。どんぐり粉を使うゼリー、韓国料理のととりむくだって。どんぐり粉を使うゼリーだって。どんぐりの香ばしさににんにく醤油のタレがよく合うだって。おつまみにいいらしい。生おからとどんぐり粉でしっとりクッキー。生おから、からとどんぐり粉、ココナッツ粉で作られるソフトクッキーはしっとりした食感が特徴。砂糖を使わないためバナナやレーズンなどの素材の優しい甘さが際立ちますだって。あー、どんぐりでふっくらパン来たよ。これファンの人が言ってたね。生のどんぐりを粉粉末状にする本格レシピ。たくさんどんぐり拾いをした時にいかがでしょうか。レシピではアク抜きをしますが、筋以外はアクが少ないため簡単になりますだって。どんぐりパンどんな味なんだろう。今年の秋はどんぐりを食べてみようだって。どうしよう、マイキューさんプレゼントするやつどんぐりにしようかな。やばすぎる。どんぐりパンとかもらって嬉しいかな。私嬉しくないわ。一旦みたいな、ってなるわね。家帰ったらどんぐりパン作ってみようかな。甘栗に近い。確かに確かに。味は甘いんかな。食べてみたい気持ちはあるよね。それな、食べてみたい気持ちはあるんやけどって感じ。アンナが作ってくれたら喜んでくれる。喜ばないでしょ。どんぐりみたいな。一回どんぐりってなるよね。どんぐりどんぐりってどんぐり。一体喜ぶ前に作ってきたんですよって言ったら喜んでくださるかもしれない。わーって言って、その後よ、その後どんぐりどんぐりってどんぐりみたいななりました。あ、韓国では現在でも一般的な食べ物として広く知られており、町にはどんぐり料理専門店、スーパーでは子供のおやつとして人気の高いどんぐり寒天、どんぐりゼリーが並んでいますだって。どんぐりに含まれるアコニック酸という成分は体内に蓄積された重金属などの有害物質を排出するデトックス効果が高く、どんぐりは隠されたスーパーフードと言われています。来た、スーパーフード、スーパーフード、マクールさんありがとう、ね、3回ともどんぐりって聞くね。どんぐり料理専門店でね、なんだろうね。筋代ってこれか、初めて見た。食べる前はにまず水に浮かべて選別、浮いたものはダメ、アク抜きしよう。殻を剥いたどんぐりを水にさらし1時間くらい水を変え、1時間一晩つけるんだって。でアク抜きするんだって。どんぐり炊き込みご飯、まあまあまあ食べれそう。栗ご飯みたいな。どんぐりパン、どんぐりクッキー、森のおやつ、マジ森だね。どんぐりコーヒー、なんかどんぐりがさ、どんぐりなんかさ、
いっぱい言いすぎたら本当にどんぐりっていうあれだね。配信で2回はスーパーフード、ね、健康配信だね、健康配信。でも韓国に行った時はね、ちょっとそれ食べたいわ。伏線回収スーパーフードちょっと行ってみたいね。私最近ね、海外いいなって思い始めて、で本当それまで、ね、海外旅行とかジャカルタ聞いたことあります。あまり海外に行きたい欲が一切なくて、本当に日本でいいと思ってたんです。旅行券当たっても人にあげるわって思ってたんですけど、旅行券当たったらさすがに行きたいなって思います。今はこんにゃくみたいものと、こんにゃくみたいなものをたくさん食べるトトリムク。センキュー、むさむにだ。寒天みたいな、こんにゃくみたいな、ちょっとブヨブヨっていうのかな、で食べるらしいトトリムク、ね、韓国料理やっぱ最近流行ってて、好きな女性多いじゃないですか。チーズハットクとか、ドトリ、どんぐり韓国語、どんぐり韓国ドトリ、ドトリ。なるほどね。海外関連の YouTube でも見てるの？でも見てて、あ、いいなと思ってそっから見てます。あ、見たのはロサンゼルスなんですけど、ロサンゼルスの行ってる方を見て、その後私ロサンゼルス行ってる方また別の方で見て、いいねって思いました。どんぐりってメルカで結構売ってる。すごい。キンパいいですね。トッポギとかサムゲタンとか、あとなんかこう韓国に行ってて、留学に行ってて、なんか TikTok を結構上げてるなんかね、女の子、なんだろうなんだっけな、なんか学食だ、学食を毎回ね、韓国の留学かなんか行ってるんだと思うんですけど、学食員韓国みたいなんでいつもやってる子がいるんです。すごい好きで見るんですけど、そうやっぱりキムチとか毎回あるし、そうあと毎回ね、説明する、スンジュブとかなんか毎回ね説明してくる、これはなんとかでなんとかでとか、揚げ餃子とか、なんか名前はもう可愛いよね、韓国語って。なんか響きがそう可愛いですよね。マリさんありがとう、マサさんありがとう。ビビンバとか出てて、ビビンバ美味しそう。チルソンサイダージャーでしょ、知ってるチルソンサイダージャーだよ。最近韓国流行ってる、なんだっけ名前忘れた、なんだろう。あ、なんかペンライト振ってる、ありがとう、びっくりした。私の肩なんか来たんかと思ってさ、って思った。プルダックポックミョン、最後はチルソン、チルソンタイダーシャーシャーシャーみたいなね、同じタイミングでな、黒舞、あの人見るの好きで毎回見てるんです。私がそう、アンピと見る動画同じで笑うわそう、あとね、私お弁当を作る人好きでね、見てますよ。10円パンこの前お祭り売ってたの食べればよかった。私も10円パン食べたことなくて、あまりそう食べる機会あんまないですよ、やっぱ広島住んでると。でもお祭りとかで10円パンがいろんなとこにあってすごいと思ったけど、食べなかったけど食べたいですね。美味しい韓国風フライドチキン、ヤムヤムチキンかな。でもなんか東京とか行ったら韓国風ななんか街とかあるじゃないですか。私が STU 入る前から流行ってて、なんだっけ名前忘れたけど、あ、新大久保か。そう、学校の終わりに行ったり、早帰りの日とかに友達と行ってたんですよ。行ってて、じゃあ大体誰か先輩とかいるんですよ、大体そう、お弁当ってなんとか弁、なんだろう、キャラ弁かな、キャラ弁じゃないかも。ワイガキッズの頃から流行ってる。あ、そうなんですか、そんな昔から。カチュカバロチッコロ、かわいい。そういいですよね。あとそう、なんか流行ってるカフェとか、前ちょっと前、去年かな、
去年今年の1月とかに書いたタイミングで友達とめっちゃ久々に新大久保行ったんですよ。カフェあるカフェ目当てで水の上に水もう机が水なカフェに行ったんですよ。でもドキドキが止まらなくて水が張っててなんかちょっと机が白い小石とかがあってちょっと水が張ってるんですよ。それになんかこういう大理石みたいなお皿に乗ったチーズケーキを食べるってやつなんですけど、マジでドキドキする。落とさないかドキドキする。落としたら拾わずにお知らせしてくださいみたいな書かれてて、もうハラハラしながら食べました。そう、水の上の石の上にケーキが乗ってるところ、そう行って、そう来ました。美味しかったです。食べるのめっちゃ手触れるもん。最後の一口とかね全然取れなくて、やばいってなってた。スマホとか机に置いちゃうじゃん、癖で。それがなりそうで、いやマジで癖でパンってやっちゃいそうみたいな。そう、でもめっちゃおしゃれでした。川本アンパン。新大久保はサムギョプサルね、いいですよね。美味しいよね。なんかさ、広島もサムギョプサルのお店あるよね。もうどこでもあるか。そう、でもね、気になってるお店があって、ずっと、そう、気になってるお店あるの。でもなんかずっと行けてない。美味しそうだなって思いながら。あとね、私ね、気になるお店が何個かあるんでしょう。何個かあって、そう、その袋町なんかね分からんけど、あと普通にカフェでずっと気になってて、ずっと行きたかったんだけど、ずっと行ってないお店ずっと行きたかったけどずっと行ってないお店そう、行きたいんですよ。でレッスンがとか、え、なんとか、なんだろう、なんて読むんだろう。でもね、リネちゃんと UFO チキン食べに行ったことあります。 UFO チキンっていうのは真ん中にチーズがとろけてるやつで、ここにチキンがこれっ てこうやって食べるやつ、リネちゃんと食べに行ったことある。そう、美味しい。初期から思ってますね、初期から行きたいと思ってるお店しかも私本当に一人でお店入るの緊張しちゃうタイプで行けないタイプなんですけど、なんか本当に行きたいなって思います。ソラハさんと行ったカフェ、あー、ヒョンちゃんだったかな、わかんない、ヒョンちゃん。広島も本通りに韓国料理店集まってるとこあるよね、かな、ちょっとかな、そうかも、わかんない誰だろう。ソラハさんと行ったところはちょっと宮島に行く道中の駅で降りてみたいなとこです。そう、ぜひ美味しかったか行ってほしい。コリアタウンあるよ。あ、そうなの、山口にもあるんです、ね、どこでもあるんですねそう、でもカフェとか行きたいです。一人で入れるようになりたい。なんかメイクしたらいけるもんなんかなって思うけど、そう、一人だと緊張して入れないですね。今日スタバ行ったんですけど、ちょ、メールで送ろうと思ってたら送ってないんですけど、私が唯一一人で長居できるスタバがあって、マジスタバ買うだけならマシなお店と座って食べれないお店とあるんですよ。私が唯一座って食べれるお店に今日行ってそう、ここのスタバは絶対友達じゃないといけないっていうスタバと、一人でも買うだけだったらいけるってお店と、一人でそこの店内飲食もできるし気軽に行けるスタバっていうスタバが私の中では存在するんですよ。視聴よくしてたら慣れた。確かにいっぱいしたら慣れるのか。じゃあほんまにそこのカフェ一人で行くのは緊張するけど、そう、レッスンの予定が分かる。レッスンがね、午後からだったら行きたいなとか、誰かと。人が若干少なめとかじゃないんですよね。別に人いるんですよ。
でもなんかに人の人のあれが違う、人の種類人の種類、なんか若者が多いとかそういうなんて言うんだろう、そうダレイズとねハリーポッターコラボするんですよ。そうそうそう、飲みたい、あれ絶対美味しそうじゃない。で私行きたいの多くてちょっとね普通に太りそうだから怖いんですよね。そうそう、授業前にまた太っちゃったらやばいので、そう私行きたいところがサーティワン行きたくて、サーティワンの券持ってるから行けるっちゃ行けるんですけど、そうあのねあれですよ、ハロウィンの味のやつ食べたいんですよ。ハロウィンの味を食べたい。本通りのスタバは絶対行けないです。友達とじゃなくて行けない、一人で絶対入れない、あそこ並べない、パルコ前だし無理無理無理あそこ無理ですあれはもう絶対一人では行けない場所です、断言します。アンナが一人で入れないところだと思って見てください。季節もの後回しにできない、そうなんよ、だから絶対行きたいなって思ってる。そうあそこなんかね 4種類ぐらいあるんだよね、それのなんか何だったっけな忘れたけど、そう本通りの下はいつも並んでるよね、時々外出てるよね、外まで出て、そうとタリーズも行きたくて、タリーズはそうハリーポッターがねさコラボするんです。他にもねハリーポッターなんかねお店と種類してて、今日行った場所にそれあって、飲み物じゃない食べ物じゃないけど、そうファーって思ったけど高くてびっくりしてって思って解散した、解散ねえリンゴ並んでるよね、リンゴいっぱいすごいわ。ジョジョ園の券使ってないんですよ、使ってないです。そうタリーズ行きたいです。で昨日 TikTok 見てたら、どこだっけあのさタリーズのさ本通りでさ、本通り思い浮かべてね、本通り思い浮かべてタリーズあるじゃん、タリーズでつあの道路挟んで隣にあるのなんだっけ、なんてお店あれ、ハンバーガー屋さん、なんていうハンバーガー屋さんですかあれ、なんだろう、チェーン店、あロッテリアだ、ありがとう、アスパラさんどんぐり2個プレゼントロッテリア、ロッテリアでなんかね昨日 TikTok で爆食するみたいなんでロッテリア行ってて、でなんか明太チーズみたいな食べてたんですよ。えバレ美味しそうやんと思って、明太チーズはえぐいと思って、そうそう明太チーズは絶対美味しい、ロッテリアにあるらしい、いいね、昨日号泣した。えなんで、何アイス落としちゃったの。明太子使ってまずいものないもんな、いやそれな、明太どんぐり、ちょっとさっきの話に引っ張られすぎないよ引っ張られすぎ。たい焼き屋さんの列はねいつも落ち、最近ずっと落ち着いてますよね、行く時によるんかな分からんけど、明太子は絶対美味しいんよ、そうなんよ、いやもんじゃならもちチーズ明太、そうそうだね、うん、ああそうか、なるほど、こんばんは。そうでそうタリーズのやつね、タリーズのタリーズいつもクマちゃんとかいつも出てて、美穂ちゃんがね全部買ってたんよ、予約して、すごくない美穂ちゃん、電話してありますかって聞いて、ガチ勢だなって思って、私はずっと買ったことはないんだけど、タリーズ、ハリーポッター、しかもねパルコが20日からチーカー始まるんでしょ、でも20日は土曜日ですよね、土曜日に私は行けないわと思って、そうそう、でも絶対行きたいねチーカーの、くまちゃん、みほちゃんがくまちゃん買ってた、20日金曜日、あそんな金曜日いけるやん、今日水曜日で18か、確かにいけるやん、そごうね11月ね、ヒロアカのやつあるじゃん、あれもう私ないんよ
私もうそうなんかそう前そごう行った時にえ広岡来るのと思って日付見たらあもう私おらんやんと思って私はさありがとう行けるやんって言ったら20日になんか行くみたいになっちゃったから行かないですガチ行かないです20日は自主練しますね。あ第1弾第2弾第3弾第4弾で違うの。あスティッカーが違う ステッカーが違うんだって。ヒロアカのために広島来るの。ヒロアカのため絶対東京の方が多いんじゃないえすごいコラボレーションの商品をお買い上げ1商品ごとにデザインのスティッカーもらえるんだ。ステッカーヘドウィーク。クルクシャンクス欲しいな。クルクシャンクスがいっちゃ欲しいわ。いやでもねヘドウィークが一番可愛いからね。ヘドウィークをもらいに行こう。10月25から覚えとこう。ウィーズリーナッツブリトルラテ。キャラメルにナッツ類を練り込んだイギリスではポピュラーな。そうイギリス行きたいなって思う。イギリスめっちゃよくない。私めっちゃ好きです。ポピュラーなお菓子ナッツブリトルをイメージしたカフェラテです。ウィーズリーだって。ウィーズリーっぽいもなんか茶色だからか。爆発ボンボンミルクティー。これ私が飲みたいやつ。これ飲みたいやつ。これイギリスで何したいとかないもん別にないもん。行ってみたいぐらい。そう行くならでもね私が今一番海外で行きたいところは一番行きたいところはロサンゼルス。なんかずっとディズニーあるし USJ じゃないけどユニバーサルスタジオなんとかなんだろうねあるしランドシーあるし行きたい。イギリス料理美味しくないんですか。そんなことない。美味しそうなイメージ。爆発ボンボンミルクティーっていうのはそのハリーポッターの中で爆発ボンボンっていうお菓子があるんですよ。あるんです。それのモチーフにしたロイヤルミルクティーで絶対私ミルクティーまず好きだから。イギリスご飯まずいって聞く。確かにママなんか言ってたかも。私がなんかあれフィッシュ&チップスをずっと食べたいって言ったらいや日本で食べた方がいいみたいな言われたことある気がするなんかあれは美味しい、なんか美味しく食べるもんじゃないみたいな、なんか言われたことある気がする。ユニバーサルスタジオカリフォルニアなんかなね。エンジェルスのスタジアムもねある。確かに今ね物価というか円高ですかね。今円安どっちだっけ。ユニバーサルスタジオハリウッド。うわーかっけー。ユニバーサルスタジオハリウッドだよ。やばくない。えぐい。円安か。円安なんで今海外旅行はって言います。フィッシュ&チップス本場の方が美味しいらしいよ。そうなの。そうこれを飲みたいって思ってます。でスイーツもあるんですけどハグリッドロックケーキ。名前つけてけえと思ってるやろこれ。でもこれ美味しそう。パンプキンクリームパフ。ホグワーツハロウィンパンプキンタルト。ホグワーツつけとるだけやないかい。ホグワーツクリスマスベリートライフルケーキ。ハリーポッターナイトバスクッキー。すげえ。ホグワーツプロフィットロール。ヨーロッパ園で祝い事やクリスマスの楽しめるプロフィットロールをひんやり冷たい塩を重ねて再現しました。すごいね。でコラボグッズもあるんですよ。ほらこのクマちゃんヘドウィーク着てる。かわいい。10月25から販売。ほらこれヘドウィークのコスチューム着てるクマちゃん。ホグワーツ要素あるよ。今日プレゼント送った。楽しみにしてる。ありがとう。またちょっと最近プレゼント見に行く機会がなくて、なんかさ事務所にあるんですけど、なんかあるかどうか分かんないのに事務所行くの超恥ずいじゃん。なかったらさなんか恥ずかしいじゃん
だからなかなか見に行くのあれなんですけど、届いてるっていう保証がないのでね。よく近く行ってなんかありそうだなって思った時は、ウェーンと届いてましたかって確認して、あるよって言われたら帰るんでしょう。もう悲劇を起こしたくないんで、悲劇っていうのは重すぎて、紙袋帰ってる途中にそのプレゼントがたくさん、嬉しいことたくさん届いてて重すぎて、持って帰ってる最中に紙袋がビリビリになってこぼれてしまうって事件をね、一回私起こしてるんで、そっからね怖くなって、ちゃんとね軽いとか大丈夫の時持って帰るっていうのをやろうと思って頑張っているんですけど。USA のハリウッドは、USA のハリウッド1万5000円なの、入るのに入園料ってことだよね。ちょっと行きたいよ、なくなったわ。やばい、アメリカ今何でも高い。あ、そうなんだ。じゃあハワイは、ハワイもアメリカか。じゃあダメじゃん。じゃあ韓国にしよっかな。韓国はね行きやすいですよね。時差もない、時差ないですか、ないですよね、ありますか時差。しかもワンチャン時差ないよ、だよね。広島から徳島行くより全然近いんだよ韓国は実は。そう、徳島と高知とか、高知行くよりは絶対近い。韓国、日本人も多そうだよね。なんかね、私が好きななんか食べ物食べる系の、あ、でも今韓国なんかあれですよね、そういえば船でも行ける。あ、そうなんや。今なんか韓国は行かない方がいいみたいな、分かんないし、全然知らないですけど。知らないけど、うちから広島まで3時間。あ、そうなんだ。でも3時間って言ったら私たち東京に行くよりも近いってことだもんね。広島から東京より近い。実はそうやるか、広島4時間、じゃあちょうど東京ぐらいでね。高速船なら日帰りでも行ける。うーん、すごいね。なんか今事件かなんか知らないけど、なんか荒れてるみたい、見たことある気がするか。アビシカカタンさんありがとう。じゃあなんかね、まあ海外に行きたいっていうことで、まずは沖縄行きたいと思います。で、沖縄ね絶対パパに言ったら連れてってもらえると思うんですよ。パパが大好きだから沖縄って思ってます。連れてってくれると信じてます。今年、来年の夏とか絶対連れてってもらいたいもん。ウミガメとかね、パパ海好きなんで。私海怖いですけど、いいパパで、いいパパじゃないと思いますよ。パパが行きたいから。そう、私 STU 入ってる最中もずっと沖縄誘われてて、パパに沖縄行こうやみたいな、あんなのお金で沖縄行こうやって言われます。あんなのお金ね。そう、なんか時々ショールームのギフトで、ショールームのなんだっけ、キャンペーンでいただくじゃないですか、その旅行券みたいな。それでそれは、それ使って、それで全員も行けんけど。そう言われます。チャラ海水族館、うーん、そう、私の家にはシーサーがいっぱいなので。アンピシカタンさんありがとう。アンピシカカタンさんありがとう。ちょっと感じた。アンビのお金俺も行きたい。何やねん。パパはね潜りますね。
潜る、なんか写真見たことある。北海道も行きたいですね。北海道はなんかわりかしさ、ちょっと沖縄とさちょっとつながってそうだからさ、あれだけど、そう行きたいですね。ちょっと真冬はちょっときついと思うけど、そう真冬はきついと思うけど、アンナのアンナのお金かな、食べる焼肉おいしいとか言うカニ食べに行きたい。島根県鳥取どっちだったかな、有名ですよね、行ったことあります。鳥取砂丘か、じゃあ鳥取か、鳥取砂丘に行った時、小笠原諸島、うん確かに。あとなんだろうな、行きたいところね、本当に三重県に行きたい三重県いいですよね。今のハマり三重県にハマってますでも岐阜もねやっぱずっと憧れですね、やっぱ君の名はの行きたいですね。そう大阪は最近知ったんですが、アサイボールがめっちゃ多いっていうのを知ったんですよ。大阪実は東京と同じぐらいアサイボールめっちゃあるんです、大阪。だからちょっと行きたい、お食べに行きたい。でもさなんかアサイボール食べようって言ってさ、えって なるよね普通に、えハンバーガー食べたいって気持ちになるよね絶対。アサイボール食べようってさ友達に言えんくない、鳥羽水族館行こうと思ったけどアクセスが悪くて諦めた。えでもバスあるよ、バスとか。なんか私ね旅行旅のみたいな人のやつを見て、あこうやって行くんだって学んだから、まあまあ確か乗り換えとかであったりするから大変かもしれんけど、でも行きたい気持ちある。アサイの周りの果物がいいし、まあ確かに寒いとこは避けたい。普通にさ北海道一番寒い時に行かなくてよくないっていう気持ちです。別に寒いとか避けたいとかじゃなくて、そう寒い時期には行きたくないね一番。そうわざわざ、タマロさん待ってたい、ありがとう。リキーさんありがとう、アスパラさんありがとう。海外なら台湾からスタート、うん台湾ね。タマロさんあ読んだか、寒いけど雪祭りは見に行きたい。あー確かにすごいね雪祭り。北海道雪は感動するよ、確かに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 。さ寒くて早くお家帰りたいってなるかもしれない分かんない、行ったら感動して意外とあれなんかな、ありがとう。そうですね、食べ歩きめっちゃしたい、わかる。栗をね、ねえグルメ食べまくりたい。そうなんで、私海鮮食べれるようになってきてる気がするの。だから北海道の海鮮を食べて海鮮丼を食べるのが夢です。でも私最近ウニほうれん食べてウニ食べれるってこと知ったんですよなんか地味に食べれてなんかウニ食べれたら割と何でも食べれる気がするわ私。ウニ食べれたら結構強ない、だって柿食べれるでしょ、柿食べれるしウニ食べれたら何でも食べれる気がする。しゅうさんいいねありがとう。みんないいところに連れてってもらったらお寿司食べれます多分多分。タコとイカ、タコとイカの生は食べたことないけど焼きとかめちゃくちゃ好き。
ですね。だってなんか最近ハマチ、オリーブハマチを食べたんですよ。オリーブハマチ美味しかった。でもこんな一切れですよ。その試食品みたいな感じだったんで、美味しくて、え、何これ美味しいと思って、え、もう一個食べたいと思ったもん。だからちょっとね、これからどんどんちょっとそこら辺も開拓したいなと思います。サーモン食べたことないんですよ。だから今までマグロが食べれなくて、まずだからサーモンも、でタイも食べれる。まあタイとかは簡単かもしれんけど、食べやすいって言いますから。でも愛媛で食べたタイね、その悪い意味で言ってるわけじゃないですけど、この回ってるお寿司屋さんは食べれなかったんですけど、そう愛媛で食べた生です、生刺身、お刺身さんのタイさんめっちゃ美味しくて、でオリーブハマチも、オリーブハマチはそう香川の物産展に行った時に試食でいただいて美味しかったです。でマグロとかを、いいお店のマグロ食べたことないので、カニ食べ放題食べたことあるんですよ。私カニは食べれるんですよ、ずっとちっちゃい頃からカニだけ絶対食べれて、マジでカニの食べ放題のその旅行プランで行ってました。そうね、やっぱね、いいやつはいいですね。お前高松食べて美味しかったね。オリーブハマチ美味しかった。みかんハマチ、へえ、いいお店のマグロとかある。うーん、縁側、家の母親は魚介にアレルギーあるけどカニは食べる。あ、そうなんだ。エビはねあんまり得意じゃないなって思う、ずっと。エビフライは大好き。トマトジュースと同じ、トマト食べれない人のトマトジュース飲めると一緒、エビフライは食べれます。でもエビチリとかになると好まない。最近お弁当がエビチリだったんです。食べれるかもって思って食べたけど好まなかって。あ、エビアレルギーとかじゃないです。エビが私のこと嫌いですね。食べてあげようかなって言ったのに、いやみたいな、食べられたくないみたいな。ちょっと、はい、エビはね風味が、そうですね、エビ、謎にエビは食べれないです。カニは大好きなんですけど、マグロ食べる機会結局増えないような気がする。確かに確かに確かに、高級マグロそんないっぱい食べないですね。カールさんありがとう。ピーチ姫、まだピーチ姫とエビはまた違うかな。ピーチ姫はなんかね、良きライバルみたいな、まあ、お互いを刺激し合える仲間だと思ってるんですけど、エビって私になんかもたらしてくれるわけじゃないんですよ。だから、あ、まあシーリーとエビみたいな感じ。そうですね、どちらかというとエビはなんか私に何かを強い気持ちを持たせてくれるとか、そういう気持ちにならないです。ピーチはやっぱりピーチには絶対勝ちたいなって思いになれるから、ピーチはなんかその点でいてくれて嬉しいなっていう、自分が成長できてるなっていうのを実感するので、ピーチがいることによって。何言ってんだろう。カニ食べ放題ツアー、アンペンだったら分かりやすい。ありがとうございます。そう、良きライバル、刺激し合える仲間だなってピーチは思ってます。エビロマンティックだったりする。どういうこと？美味しいマグロのトロって和牛食べてるみたいだった。やっば、想像するとえぐ。でもいいお肉も全然味違いますよね。うわーこれいいお肉ってなる。ショールームの、本当それこそショールームのキャンペーンでいただいたお肉とか、届いたお肉食べるとってなるもん。やばいもん、あれ美味しいよ。ありがとうございます、いつも。次もね、届く、まだね申し込んでないんですけど、引っ越し終わってからまた頼もうと思うんですけど、楽しみにしてます。ありがとうございます、いつもキャンペーンを達成。
10月なんだろう。カイスクさんありがとう。とろけるとろける、美味しい。グルメになりたい、私はグルメになりたいとか言いながらさ、全然そう一人でご飯屋入れないから無理よね。いやお肉の差すごいですよね、全然違うよね。だからもう食べ放題いけれる年齢でもなくなってきて、私はなんだろう、食べ放題いける年齢っていう、別に年齢は関係ないですけど、なんだろう、ちょっとさむつごくなってきたというか、食べ放題ができない。やっぱ中学生高校生が一番強い、高校生が一番強いんですよ食べ放題、ほんまに。え、強くない？マジ高校生マジえぐいもん、マジ高校はねマジでいける、いけるよな食べ放題。まあ確かに料理必要になりますね、確かに確かに。今でも食べ放題でもったれるぐらいすごい。本当ですか？高校の時が一番ピークだった、食べ放題頑張れた。今食べ放題行っても本当にあお腹いっぱいだってなっちゃう、お腹いっぱいだってなる。でも高校生とかでお腹いっぱいでも、いやまだいけるよみたいな、いやまだいけるし、いや元というかね、こうなんか、ね、もっと頑張れるって思って食べてたんですよ。なんだろうね、ソフトクリームとかもめちゃくちゃ頼んでたし、永遠に頼めるし、そうえまだいけるよみたいな感じで食べてたんですけど、今はそれがちょっとできなくなってしまって、お腹いっぱいだって感じた瞬間もうアウトになっちゃうんですよ、シャットダウンされちゃって、それを超えることができなくて。胃薬飲んでます。大事。しゃぶしゃぶ流行りましたよ。うん、しゃぶしゃぶ流行ります。しゃぶようはめっちゃ、私初めてなんかね、友達が4人で仲良かった子がいるんですけど、なんかしゃぶようにどうしても行きたいから LINE グループ作っていいって言って、しゃぶように行きたすぎるっていう LINE グループができて、でこれしゃぶよう行こうみたいな、でいつ行けるみたいなんで、で学校終わりに行ったんですよ。で私そこでしゃぶようの楽しさを知って、美味しさと楽しさを知って、その後家族でしゃぶよう行ったんですよ、その何日か後にハマって。そうしゃぶしゃぶいいですよね。そうしゃぶように行きたすぎるってその子いきなり言い出して、昔前も元取れなくて小食なんだね。ケーキとかもそれこそ食べれない、ほんまに。最近あれ行った、スイパラ行ったじゃないですか。スイパラもう一皿でウプってウプってなる。実家気をつけてね。胃もたれね、確かに。しゃぶしゃぶ食べ放題めっちゃ行ってたね。いつもどの子を誘うか分かる。温野菜もね、確かに温野菜もあります。温野菜はね持ってきてくれるんですよね。しゃぶようはね自分で取ってとかあるするんですよね。16から25歳ぐらいまで100キロ以上あったから無限に食べれた。しゃぶようね、いろいろあったんですよ。デザートもなんかね、綿あめとかあった気がする。ソフトクリームとかいっぱいあった、白玉とかめっちゃあった、いろいろ味変、途中で味変挟んでとかやってた。カッピーさんありがとう。ケーキワンホールいける？え、夢だけど、やったら結局あれするな。地上波でスイパラ無双してた、してた、それな。加工のや初めて聞いた。そうスイパラはね、こう初期に結構 STU 加入した時に結構行って2回ぐらい行ったんですよ。リネちゃんとか行ったんですけど、やばいってなったもん。本当にずっとパスタ食べるもん。パスタ、ポテト。
キロ超える人って、体重を100超える人って天才らしいですよ。普通は超えれないらしい。普通というか、その本当に才能らしいですよって聞きました。しかも努力せずにというか、努力せず、まあ努力はしてるかもしれないけど、こうお相撲さんとかも維持したりし、なんか努力してるみたい。推しメンの誕生日の日はケーキ一人で食べてます。確かに私もやってました。私そう、恥ずかしいんです、恥ずかしくはないです、誇らしく言いますけど、乃木坂さんを、コウコさんに出会う前、乃木坂さんを応援してたんですけど、4人推しメンやったんですよ。4回ケーキ食べてました。でもね、あの1人分のケーキを買ってました。でもその時はそう、100超えるのは才能らしい。レオマのバイキングたまに行くのいいよね。カニ今やってるんじゃない？え、レオマのバイキング行きたいんだよね、私。いいな、温泉も行きたい。才能があるからこうやってます。あ、そうなの？意外となんか、そう、100キロ超えてる方にずっとお会いしてたんですよ、私。でもずっとそこまで行ってると思ってなくて、え、そうなんだと思って、なんかさ、テレビで見るさ、100キロ超えて、ま、この人、マックス体重がこれみたいな、ドーンって出た時とかにさ、出る方がそうだと思ってたから、私なんかもう、なんかなんて言ったらいいんだろう、あ、そうなんですかってなった。そう、俺才能だからみたいな言ってるスタッフさんがいて、えみたいな、そうなんですかみたいななった。そうなんだ。確かに俳優さん役によってね、確かに。ケーキワンホール半分食べてお腹壊したんでコリコリです。あ、そうなんだ。筋肉が多いタイプでそこまで見た目あるかも。確かに。おかがごはんさん、ありがとう。今は少し才能減ってます。あらん。100超えてから60まで落とした。それテレビ出られるよ。40キロ落としたみたいなね。テレビ出られる、それ。テレビ出られますね。何したんですか？何がきっかけですか？なんかきっかけとか、なんかこういうことがあったっていう強いインパクトがあるエピソードがあったらテレビ出られますよ。そう、世界仰天ニュース出られますよ。まあ高校生はそれはね、変わりますよ。今だいぶ戻ったから出れないよ。じゃあ頑張ってください。その時に戻って出てくださいね。インパクトはさえあればいけます。なんか前見たことあるの、推しメンに会うためにとか、推しメンのためにとか。うん、辛い。ご飯1ヶ月食べれないの。今は食べてますか？もうご飯が楽しみなので。アンピに会うために何とかしました。世界仰天ニュース、ぜひその時は見ます。おしめに寄せたらかっこいいのにって言われて少し。あ、そうなの？確かにこうインフルとかコロナになった時にとかね、他にも病気になった時にとかにね、お痩せする人は多いんですよね。私ね、インフルエンザでもコロナになってもね、あんま変わんないんですよ。っていうのも食欲がね、一切なくならないんですよ。マジインフルで熱出ても食欲だけはあるんですよ。昔ボディビルのすごい大会出てたの、すごいね。アンビが卒業しない痩せましたっていう人いないかな。別にそれは響かないわ。私がね、私がもしそう言ったならね、
あーってなるけど、勝手に稼い、勝手に頑張ったねぐらいよ。私は別にやめます、卒業するよそれでも夏バテで食欲ないとか経験したことない。そう、私もないんですよ。そう、びっくりですよ。さっき言ったちいかの麺、ちいかちゃん、仕事忙しすぎてマジで喉の食べ物が取らん。でもね、なんかね、食欲に食に興味ない人いますよね。気づいたらご飯食べてなかったみたいな、忘れてたみたいな、忘れられるのみたいなありますよね、いますよね。別に食に興味ないみたいな子いますよね。風邪の時食欲なくならないけど食べても美味しくないでしょ。美味しいですよ、うまいうまいと思って食べますよ私。それは食欲がないんじゃない、食べて美味しいと思わなかったら食欲ないってことじゃないですか。それはうまいうまいってなるから食欲があるんじゃないですかね。それな、次何食べながら何食べるか考えても、今日の夜どうしようかなみたいななりますよね。3人揃ってる。朝に夜ご飯考えてます。それな、食べながら考えるもんな文字閉まったけど、あ、そうなったんだ。一日に食事ね、私起きるの遅いから2回になっちゃうんですよ。食事が2回だと食べたいものが食べれないです2回しかないんかって思う。鼻詰まりで味がなくなる。あ、それなるほどね。わかる、小さい頃朝ごはん食べ終わった後夜ごはん何言うとった、確かに言うとった。そう、うまいうまいってなる、煉獄さんになれる、うまいうまい。でもね、私ね、ポカリはね、風邪の時しか美味しいと思わないです。日常生活では大嫌いなんです。大嫌い大嫌いじゃない、嘘です、ちょっと冗談言いました。ちょっとね、好きくないんですよ、ポカリとかスポーツ飲料。マジでさ、元気な時飲むとさ、何これってなる、これ何これってなるけど、マジで病気になった時ガチで美味しくない、うまーってなるもん、シミを取るってなる。何なんじゃろうねあれ、やっぱなんかすごいなって思う。それな、風邪の時はマジでいいですよね。体が欲してるのかな。あ、徳島なの、そうなんだ。風邪の時に飲むポカリめっちゃ美味しいもん。普段はマジ好きくないもん私。レッスンの時のスポドリは私飲まない、スポドリ飲まないんですよ。そう、でもね、時々ねスポドリ飲む時あるんですよ。ポカリじゃなくてなんだっけ、アクエリか。アクエリはマジで2公演前日の仕事もなんかあって、2公演2公演の続きとかなんか仕事あって、その次の日2公演とかの時はマジでアクエリ欲したくなる、欲しくなるで飲んで、あ、美味しいってなるけど、そう、普段エナドリはね、普通にね、日常生活でマジ美味しいそう、アクエリも飲まないですね、ほんまに。そう、極限に行ったらスポドリ飲むぐらいです。ポカリ糖分が高すぎて、そういうことか。確かに部活してる人はアクエリ飲んでたイメージある。なんか夏だけ良かった気がする、中学校の時。でも高校はさ、飲み物自由じゃん。あれよくなかったね、ジュース飲みまくってたわ。あれよくなかった、お水でよかったわ。
結構私毎日友達とジュース買いに行ってたもん。自販機なんか飲みたいとかじゃなくて自販機に行きたいだけの気持ちで行ってたから。そう、ちょっとさあ自販機学校にあったのよくなかった。撤回する撤回撤あ使えないようにしてほしかった。毎回買いに行ってた。マジでリプトンの金箔ストローさせて机に置く生き物だよね。確かに。いたいた。運動後の炭酸ね。そう、自販機に行きたい年頃だった。そうそう、自販機にずっと行ってた。うん、ボタンボタンん ボタン同時に押してどっちが出るかとかめっちゃやってた。多分自販機で一番盛り上がってたと思う、クラ学校で。マジでこういい味とよくわからん味を2つで押してクラーみたいなとか、そうやってた。そういっちゃ盛り上がってた。同じことしてた。そうだよね、やるよね。マジで青春だよね。で私高校の時はねうるさかったと思う。その東京の高校に行ってた時は結構割とうるさかったと思う私。こんな落ち着いてなかったもん。小学校中学校もうるさかったと思うんですよ私。うるさくはない、なんだろう、なんだろう、うるさいっていうあれが違うと思うけど、おとなしくなったと思う私結構。そう、今はちいかわって言われる。そうなんですよ。でなんかちょっと前もなんか おとなしくなったねって言われて、おとなしく落ち着いたねって言われて友達に、えみたいな。なんかもっとおかしかったイメージって言われて、えみたいな。パリピとかではないんですけど、なんだろうね、なんだろう、うん、おかしかったって。なんかもっとおかしかった。慣れた環境だとウェイってなる。あー確かにそれはそうかも。中学校とかは幼稚園小学校中学校一緒の子が結構多かったから。確かに。しかも中2の時に仲良かった子が結構ウェイ系だったの。ウェイというかなんかね、別に一軍とかじゃないです、一軍とかじゃないけど、なんかねうるさい子だったの。目立ちたがり屋っていうか、でもしっかりしてる子で頭も良かったんですけど、そう、その子と一緒だったから、で高校生の時もね、なんか一軍とかそういうのがまずそんな存在しなかったクラスだったんですけど、結構クラスでこう大きい声で喋ったりとかだるがるみをしてるのは結構私のグループだったと思う。今思うとねそんな気がする。本当に幼稚園生が混じってた感じ、私たちのグループが。幼稚園生みたいな感じで、なんかジャングルジムって言って階段がちょうどねこうなんだろうこう上がっていく階段で、ここが廊下みたいな、上がって廊下上がって廊下みたいな感じだったんですよ。驚愕の方が群生度ある。確かにそうだと思う、だったんです。そこをジャングルジムみたいにして頑張って登ってた。階段使わずに。とかやってたりとかした。なんだろうねやんちゃガールみたいな。みたいな感じだったり、あと教室の外に廊下があるんですけど、なんかそこの窓とかで遊ぶっていうのは意味わかんないですけど、とか。でも小学生だったんでうるさかったのかな。そう、自販機の時も先生とかが職員室の下なんですよ、自販機が。だから騒ぎすぎて、なんかちょっと見に、なんかさ、多分
自販機でこんな騒げるわけないじゃん、だからなんか変なことしてると思って、でも見に来られて先生が、でその時はどれにしようみたいな悩んでるふりしてましたそう、カピさんありがとう。なんかね高校生はね、なんか高校生の時にしか出会えなかった友達って感じ、マジこれから一生会えない感じの子がいっぱいいた、なんか自分みたいな子がいっぱいいたから楽しかったです。今思うとその時は別に何とも思ってなかったけど、そう女子校乗りっていうんですかね、うさぎ時代、あ、ちいかわのか。じゃあ壇上読もうかな。13位桃太郎さん、12位おかっぴさん、11位ドグラスさん、10位福太郎さん、9位ちいくん、8位竹松さん、7位おつんにゃん、6位しおりんさん、5位神あつしさん、あんぴしかかたんさん、3位くまぴーさん、2位まるさん、1位ウィンディーボーイさん、ということで終わります。今日はムーミンをゲットできていい日でした。スタバも飲めていい日でした。マークさんあとありがとう。カストルさんお疲れありがとう。キャン君かわいいありがとう。じゃあバイバーイ。今日はブログ更新しません。多分しようと思ったらするかもしれませんはい、わかんない。